トアロード。トアロード、トアロードは、神戸市中央区にある全長約1キロメートルほどの坂。旧居留地と山手を南北に結ぶ道として栄えている。トアロード、トアロードとも呼ばれる。旧名は、三ノ目安寺通。トアロードは、旧居留地を通る明石町通りの延長上にあり、明石町通りと花と京線、西国街道の交差点。 北東角には、三宮神社がある沖点に、北へ約1キロメートルほどの長さを有する。また、南から北へ上る坂となっており、高低差は、約4 3ルある。兵庫、神戸開港に伴い、神戸外国人居留地との居留外国人の住宅地、雑居地等を結ぶ目的で開通し、発展した。坂を下れば、旧居留地方面にへ、上れば、北野町。 山本2へ至る。トワロードの西側にはトワウエストと呼ばれる若者向けの小規模な店舗が点在する一帯があり、近年ではカジュアルなファッションの発信地として定着している。同様に東側にはトワイーストと呼ばれる一帯がある。1868年安政後過酷条約に基づき兵庫港。1892年に神戸港と改章が開港され、 神戸村小野浜地先に外国人が居住、営業するための外国人居留地、神戸外国人居留地が設けられた。しかし、開港当初、居留地の整備はほとんど進んでおらず、外国人が居住可能な区域、雑居地が居留地の周辺に設定された。居留地及びその周辺の開発が進む中、居留地と山手の雑居地を結ぶ道、三の宮筋通が開通した。 この三の宮筋が現在のトワロードである。弓倉常夫によるとトワロードの名称が登場する最古の文献は1925年発行の文芸時代大正14年2月号に掲載された稲垣る保神戸漫談で昭和に入ると観光案内などの印刷物での使用冷蔵化次第に定着していった。トワロードの名称の由来については諸説ある。 トアロードという名称は、坂の北端、北野町4丁目125番地、現在神戸外国クラブがある場所に存在した、ホテル、トアホテル、トアホテルに由来するという説がある。トアホテルは1908年7月に、イギリスを中心とする外国資本が出資して開業したホテルで、1950年4月に消失している。トアホテルの跡地には、 神戸外国クラブのクラブ施設が建設された。トアロードのトアがトアホテルに由来することを伺わせる最古の記述は、1921年に発行された英字の神戸案内、神戸ガイド、エベリマン、エスディレクトリ1921、1922の中の東ホテルロードという記述である。ついで1929年発行の神戸 大阪フォーリンテレフォンディクショナリー1929には、東亜ホテルロードと共に、東亜ロードという表現が登場し、さらに1939年発行の A コンプリートガイド i 神戸イッツビシュナティの中では、東亜ロードという表現がほとんどを占めるが、ザ・ソーコールド東亜ホテルロード、いわゆる東亜ホテルロードという表現も、わずかに見られる。この事実から、 東亜ホテルロードが次第に東亜ロードへと変化した可能性を指摘することができる。しかし東亜ホテル由来説に立つとしても東亜が何を意味する言葉なのかという疑問は残される。東亜、東亜の意味をめぐっては日本説、英語説、ドイツ語説がある。東亜ホテルは外国人向けには東亜、東亜、日本人向けには東亜の名称を使用していた。日本語説は東亜は トアであるとする。その根拠は、トアホテルが、トアホテルという名称を自ら積極的に用いていたことにある。英語説は、トアは、岩山を意味する、トアに由来すると主張する。根拠は、1908年6月10.11日付、け、神戸又新日報に掲載された、トアホテルの紹介記事に、トアホテルは、その音、トアに通ずれどもトアは、 英国の古語にてお山あるいは山上の家を意味するサイト、趣味ある古代的名称なりとしていることにある。弓倉ネ夫によると、英語のトアの発音はイギリスではトーまたはトール、アメリカではトアに近い。ドイツ語説は門を意味するドイツ語、トアに由来すると主張する。この説によるとトアという語は神戸を 日本の世界への門戸と捉える意味が込められている。弓倉恒夫によると、ドイツ語の、東亜の発音は、トア、または、とア、トアで、トアに近い。ただし、トアホテルのトアがドイツ語のトアに由来することを示す。客観的な証拠は存在ない。弓倉恒夫は、発足当初のトアホテルの取締役に、ドイツ人がおり、この人物が広報を務めたことから、 発音についてはドイツ語の影響が伺えるとしている。トアホテルが建てられた場所、北野町4丁目125番地には20世紀諸島、イギリス人海上バーデンズの屋敷があった。バーデンズはこの屋敷をザトーア、トールの館と称しており、ジャパンガゼットという横浜の新聞社が毎年発行していたジャパンディレクトリの1901年から1905年にかけての番にも、 バーデンズの住所は、ザ・トーアー、125、北野シ市ョ目と記載されている。1905年の晩を最後に、ジャパンディリクトリーから、トールの館の記載はなくなり、1908年に、トアホテルが同じ場所に開業していることから二つのものの名称の間には関連性が伺えるが、トールの館にちなんで、トアホテルの名称が付けられたことを示す。客観的な証拠はない。 なお、かつて、北野町三丁目に存在し1963年に、奈良区の王子動物園内に移設された、偉人間級ハンター住宅、エドワード・ハズレット・ハンターの邸宅であった建物は、トアホテルが建てられていた敷地にあった、ドイツ人 A グレッピーの邸宅を改造し、北野町三丁目へ移築したものである。北野町四丁目二十五番地の陶器簿を見ると、A グレッピーの妻であった。 日本人技の保存登記に始まり、ついで1900年に、英国新民 FJ バーデンなる人物が山林、建物、畜牧を所有するための地上権を設定している。これらの事実に、前述のジャパンディリクトリの記載を総合すると、1900年に、カイジェーバーデンズが A グレッピーの邸宅を取得して1905年頃まで所有し、その後、エドワード・ハズレット・ハンターに譲渡。ハンターが、 北野町三丁目へ移築したことが推察される。つまり、旧ハンター住宅こそが、トアロードの名称の由来ともされる、トアホテルの名称との連鎖が指摘される、トールの館である可能性がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。